サトル君、佐藤です。ここ四ツ谷じゃないですけど、世田谷区野沢です。野沢病院、ここから始まりました。僕の実家です。簡単な思い出が多いんですけど、ここから始めたいと思います。行きましょう。着いた。10代の多くをここ渋谷で過ごしました。いろんな思い出が。こんにちは。諦めたことある？なんか諦めたことある？まだないか。俺も諦めたばっかりだよ。ほんと野望は常に。野望は常に。俺もそうだった。ほんとそうだった。なんかでも諦めるなって俺人に言うのが仕事なのよ。で、人に諦めるなっていう仕事なんだけど、多分最初に諦めたの俺なんだろうな。いや、俺今日早く。ああ、着いた。じめちっちゃい頃、親父に連れられてよく来ました。いやー、そういや初めてカツアゲされたもん、この辺でしたね。何してんすか？ちょっとね、渋谷を感じてるんですよ。さっき、聞いてましたけど。はい。諦めたことある？諦めたことですか？今日諦めましたよ。今日諦めた、はい、ありがとう。はい、またね。また良ければ。もう見りゃ分かるじゃないですか。ジョギングですよ。これめちゃくちゃ流行ってるんですよ。え、飲み帰り？あ、飲み帰りだ。あ、ちょっと顔赤いもん。もう、飲んでばっかり、今夜も。え、どマジどこ行くんですか？え、知り合いのとこ。ちょ、一回頑張って。じゃあ、一番好きな音楽を教えてください。歌が光る。うん、歌が光る。もう、びしょ濡れですよ。ああ、疲れました。今夜四ツ谷の地下室で佐藤学生誕サイシックスデイズ。すげえ日になる。すげえ日になるよ。一つ目のメガネはお母さんに、二つ目のメガネは娘に、三つ目のメガネはここ四ツ谷に捧げたロックスターなりたかった。スポットライト僕を追いかけてくれ。ロックスターに、ロックスターに、ロックスターになりたかったな、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 なりたかったな。ロックスターになれなかった。